さんは定期検証ですからね、よかったら商品を見てください。それでは、本日はありがとうございました。最後の曲1曲だけ、皆様と出会えたの喜びをですね、感謝いたします。あーそうそう、どうもありがとうございました。結構ガッツリ弾くんですね。ガッツリガッツリ弾いてたなと思っていや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 、もうとってものなんかポワーンとしていい気持ちになりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、明日もですね、はい、明日もぜひこの演奏に来てください。そして明日もよろしくお願いします。とても多い中ありがとうございました。本当に暖かくなってきましたし、あの皆さんお腹も膨れましたか？膨れましたね。さあどんどん行きたいと思います。私ハッピーを、はい、させていただきました。今からはですね、皆さんと一緒に踊れるなと思っております。ちょっとね、ライトから上がって、お尻一人で、ね、おしえさん一人で歩いてるけど、どこ行っておったんかな。そうなんですよ、としえ子が今日はね、来てくれております。としえさん、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと皆さん、あの前田としえ子についてちょっとカンペを見ながらおしゃべりしていきたいと思います。1538年、ここ荒子を支配していたとこ、前田家の四男として生まれた年猫でございます。幼名は何か知ってますか？あのね、子供の頃のお名前なんですよね。幼名は犬千代と言いました。はい、実はここのね、あの高畑のあたりとか、こう犬千代ルートっていうのがね、こう下にあるの気づいてますか？皆さん知ってます？はい、こうはその道をずっと歩いていくので、お散歩できる道があります。犬千代、幼名は犬千代です。彼はとっても短気で喧嘩っ早くて、かなりのやんちゃ者だったそうです。派手な格好をして歌舞伎者と言われていたそうです。ナマズなりというね、この金金のね、でかい兜をかぶってます。で、3歳年上の織田信長に仕えて14歳で初陣になりました。14歳の子いるのかな。はい、私、あ、うちのメンバーにいたよ。こっちゃん14歳なんだ。中学3年生だね。もうあなたの年代ではね、戦に行ってたのよ、やりもって。すごいね。そうなんです、初陣で、ね、萱津の戦いというのは初陣だったそうです。萱津は
茅津橋あるのご存知ですか、はい、そこでね初陣だったそうです。で合戦の際にはですね、目立つように朱色に塗った6メートル30センチの槍持ってたそうです。6メートル30センチどれぐらいだろう。そうだなぁ、なんちゃんが6人分ぐらい縦になったぐらいかな。ハクちゃんの格好してくれてるぐらいだと思いますが、6個ポン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 だったぐらいの大きな槍をね持ってね参戦をしていたそうです。はい、それで槍の又座の異名がついて、肝に毛の生えたやつだと信長に褒められたそうです。そして認められたそうです。伊能の戦いで、名古屋市の今のね西区に起きた戦いでは右目の下に矢を受けても、刺さったまま敵陣に飛び込んで討ち取ったと言われております。はい、生涯38のね戦を戦って、信長よりね能登を任されて、金沢城のね城主になったというね、とても素敵なというかね、この町のね誇りの都市栄光でございます。皆さんも初めてこの荒子にお見えになったことお見えになりますか。初めて来たよっていう人、去年はね西区から来たよとかね、中川区じゃない方とかもねお見えになったかと思います。ぜひですねなんかこう荒子こんないいとこあったよとかってね、また明日も来ていただけるといいかなと思います。さあそれではですね、喋っててもなんなので、皆さんと一緒に踊れればいいかなと思います。改めまして、私たちはですね侍前田都市運動前と言います。今年でチーム結成16年目になります。さあ前さんどうぞ、さあどんどん踊っていきましょう。はい、日本の真ん中祭りも過去15回、出場しております。頑張っていきたいと思います。さあそれではもう喋っててもあれなのでミュージックスタート。さあ皆さんデビューしよろしく。イエーイ、ホーイエーイ、ホー、ここは日本ど真ん中、はい、左右左やっ、さあさあさあ戻りな
ゴーツーいくよ。簡単です、みんなおさださんになってください。いくよ、メイスタート。さあ、手拍子よろしくお願いします。いいよ、みんなどうぞ。さあ、まずはね、おさるさんです。はい、この荒子のね、そちかのところでですね、日本と真ん中祭りというね、このよさこいの踊りをね、やらせていただきました。先ほどここでね、おうどん食べて見えたんですけど、浅井先生歩いていっちゃったよ。浅井先生、ありがとうありがとうございます。本当にね、こういうね、地元にお祭りがあるっていうのは本当に素敵なことだと思います。私はずっと中川区で、荒子小学校で、一柳中学校で、ずっとこの町で、育ちました。もう本当にね、こういう町で、こういう地域でね、こういうお祭りがあったり、みんなでね、こう騒げるところがあって、まあ、騒げるって言っちゃいかないですけどね、お祭りがあってね、みんなで楽しいことができるというのはね、本当にこうやってね、地元の方たちの協力があってだと思っております。みんな頑張って、これからも行くからね。だいぶもう
みんなあの15年踊っとるもんで、だいぶ下りで撮るもんだね。私も15は悪かったもんでね、シワもなかったしね、絶対あの子たち生まれてないもんね。そうなんですよ、この活動始めた時にはもう全然、ね、生まれてなくって、今日の一番最年少はじゃじゃん、インタビューしに行こうか。お名前を教えてもらおうかな。先生は知っとるけどね。はい、お願いします。杉浦のやつです。何歳ですか？4歳。4歳なんですよ。イエー、拍手。そう、ちょっとね、彼女だけ発表来てないじゃないですか、実は中川区にはですね、とても幻の寄席って言われてるね。野崎白菜って知ってますか？あ、知らないか。あるんだな、これが野崎白菜っていうのが。でも幻だで、なかなかみんなのお口に入らんかもしれんけど、シャキシャキ白ちゃんズというグループをですね立ち上げて、こういうね、白ちゃんっていう、ね、なんだろうな、着ぐるみって言って頼んだよ、はい、ゆるキャラくん、あ、そうそうそう、ゆるキャラくんがいるのご存知ですか？白ちゃんと一緒にね、なっちゃんたちはね、一緒に踊ってくれて、こんなちっちゃいですけども、町おこしを、してくれてます。なっちゃん、最近白ちゃんに会った？会ってないか。もうすぐ多分ね、出てくると思うよ。多分今、白菜の星に行っとるかもしれんで。花ちゃんは会った？会ってないね。もう少ししたら呼ぼうね。ということでですね、どんどんね、踊っていきたいと思いますが、少し我々のチームもね、紹介させてください。先ほども言いましたけども、15年間踊り続けております。そうだよ、前田敏夫だよ。踊れるでしょう。あ、踊るよ。え、そうなんです。こうやって声かけてくれるね、小学生の子たちもいます。荒子小学校ではですね、地元のね、修学旅行がね、金沢に行ったりということで、非常にこの都市をね、検証している町でもあります。そしてその検証しているチームということで、よさこいのチームを立ち上げて15年、やっております。くるりと後ろを向いてください。こっちゃんとれんちゃん、一昨年ですね、昨年もう一個前の組祭りの時に、歌舞伎門のね、ファッションショーがあったんですね。でそちらの方の、優秀作品をですね、我々の衣装にね、取り入れさせていただきまして、これで去年1年踊ったんだよね。そうなんです。ここにお団子も刺さっております。さあ今年もですね、また新曲を引っ提げて、頑張って日本ど真ん中祭りに出かけていきたいと思います。今年はですね、なんと中川区にすっごい素敵な民謡歌手の方が実はいらっしゃいまして、剣持雄介さんとお見え、ご存知ですか？あのね、明日の NHK の民謡魂っていうのを3時5分から多分 NHK でやってます。それ見てください。その剣持雄介さんっていう方がね、出てるんですよ。でその方に、ね、実は中川区の出身で、五尿市だったかなのあたりに、ね、言っちゃった、住んで見えるんですよ。で、ぜひね、うちのチームの、ね、歌を歌ってくださいということで、快く一応ね、受けてくださいまして、今年はその剣持雄介さんと一緒にですね、我々のチーム1年頑張っていきたいなと思っております。ぜひですね、今日の最年長はどこだ？あ、マスミちゃんやな、多分。うち6、あ、59でした、ごめんなさい、6時だねまだ上70いくつまでいるんですけど、下は4歳から上は74歳まで頑張っております。ぜひですね、今年スタートしていきたいと思いますので、ちょっと気になるなと思われる方ね、ご連絡いただければね、一緒にね、この中川区というかね、盛り上げていこうと思います。一人後ろになんか黄色い T シャツ着たお兄ちゃんいるでしょ。お兄ちゃんのおじさんなんですけどね、あのおじさんも、あんこ屋さんなんですよ。あ、餅屋さんなんだね。あんこ屋、いつもあんこ屋あんこ屋って言うんですけど、お餅屋さんで、はい、お家も広見町の方で、はい、いろんなところにね、こうやって出かけてくれてます。あっちゃんと言います。あっちゃんよろしくね、今年もね、踊ってこうね。そしてこっちにも、こっちにもあっちゃんで、実はこの年を来てくれてる子は、荒子小学校、そして一蘭二中学校、私の後輩でございます。服部敦樹と言います。今年就活するんだよね。あ、就職するんだよね。おめでとう。ありがとう。こんなに拍手もらえたよ。すごいね。結婚するときはもっとなんか拍手もらえるかもしれないね。ね。ということで、どんどん行きたいと思います。さあ、では、うちの持ち歌でしたね。
前田利家音頭というのをですね披露していきたいと思います。多分荒子小学校の子どもたちはね、みんな踊れるんじゃないかなと思います。15年間ずっと踊り続けております前田利家音頭、よろしければね皆さんも一緒に踊ってください。それではよろしくお願いします。じゃあですね、今からはですね、最後はみんなと一緒に踊っていきたいと思います。これはですね、高知の踊りで、ウラジャという曲です。踊りです。簡単です。そうだね。ではね、じゃあ皆さんもぜひやってください。ではね、上にお山です。お山、お山といきます。そしたらくるりと回していただいて、くるりと回していただいて。さあ次です。頭の勉強にもなります。手
肩、お膝、行きました？最初は手を横で叩いていただいて、次は肩に移動。今度また肩ね、お膝です。そうです、そうです。OK、簡単？そしたら次、はい、こっちゃんよろしくお願いします。子供の時やりましたね、見とってね。右手、左手、頭、肩、腰、ここセクシーに振りましょうか、今日はね。これ日によって違うんですよ。今日はセクシーに振る日。腰、そうしたら、はいはい、ということで、みんなでね、ちょっと手をつないでいただいて、ちょっとね、輪になったりね、はい、皆さんこんにちはという形でね、みんなでね、手をつないでいきたいと思います。もう覚えたよね。ちょっと一回やってみましょうか。じゃあ舞さん、おお大丈夫か。舞さん、ちょっとね、お客さんの皆さんと一緒にね、ちょっと手遊びしてみてください。行ってみるよ。誰と、あ、いいよいいよ。さあ、ちょっとお父さん、 お兄ちゃんお姉ちゃん、ちょっと見つけていただいて、行ってみようか。せーの、右、左、頭、肩、お尻、はい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 と行きます。できた？行きましたね。はい、じゃあこのねフレーズがねどこかに出てきますので、ぜひみんなも一緒にね踊ってください。さあ、それではウラジャーミュージックスタート。いいよ、みんなこっち来ていいよ。さあ、まずは手拍子です。トットンナトン、簡単でしょ。そう、乗りやすい音で、トットンナトン、はい、いきますよ。まずお山ね、せーの、お山、お山、はい、回します、回します、はい、せーの、カッタカッタ、お膝、もうできた？せーの、カッタカッタ、はい、もう一回いくよ、お山だよ、お山、お山、はい、回します、お祭り。
手を上に上げていきましょうか。上に上げて班長、じゃあ上に手を振って、はい下です、もう一回上に行きましょう。見てくれ、手が右手左手頭だったお尻、はい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 、ありがとうございましたと言っても、今のは実はリハーサルです。リハーサルだったんですね。覚えた？もう一回いくよ。さあ、お父さんお母さん覚えましたよね。なんかあの子供に行け行け、お父さんとお母さんを今度は引きずってこようかな。じゃあラストです。もう一回に、ね、フラジャで今日はね元気に終わっていきたいと思います。じゃあもう一回いいですか。じゃあ行きます、ラストフラジャー。ねえ動いてよね、最初は適用してよ、結んで開いて最高、叩いた、どっちを、やった。
なでね手をつないで、とってもね小さなことかもしれませんけども、地域の輪を広げていきたい、そしてね、世代を超えてね、輪を広げていきたいと思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。まだまだねここのステージはね3時まで続いておりますので、ね、次の方にねバトンタッチしていきたいと思います。さあはですね、馬の方にね、お手伝いに行ったりですね、それからなんかいろんなところにいると思います。気になる方がいたら声かけてあげてください。年上お疲れ様でした。はい、皆さんどうもありがとうございました。ほいでしゅ、